今回紹介するのは、バカは最強の法則、漫画でわかる、牛島くんかけるエモン負けない働き方という本です。ホリエモン流の成功メソッドを初めての全面漫画家、主人公は銀行に勤める新人 OL 一流大学を卒業し、有名企業に就職したものの、 上司の考え方や組織の在り方に疑問を抱き仕事や人生に悩み始めるそこに現れた謎のビジネスマン自由気ままに振る舞いながらもやりたいことを貫き通しバカは最強ギブギブなど OL や同僚らの心を揺さぶる発言を連発するさらにメガネのこわて男が OL の前に登場し自分らしい働き方 生き方を身をもってて示していく最強の実業家と最恐れの経営者の二人に触発された OL は意を決しついには言ってることはシンプルな上に漫画なので絵面で理解しやすい金が全てではないが全てに金が必要だ本来牛島君のセリフだがその通りただし内容を有効活用できるのは経営者起業家 投資家向けと思います。読んで納得してその通りで止まらず行動に移せるかどうか以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします